国。レベル6って不安だな、6番さん。っていうので4番さん回しますけど、ホストが最終決めて。じゃあ、あれじゃないあですれ？か。6万にルール説明させりゃいいんじゃないですか。6俺万初ルール。心者やから。退出してもらいました。じゃあ3番さんどうぞ。はい、3番です。2番さんどうぞ。はい、2番です。1番さんどうぞ。あ、1番さんどうぞ。はい、1番です。9番さんどうぞ。はい、9番です。8番さんどうぞ。はい、8番です。放送開始します。はい。6番さんできますか？あ、これ、陳小次郎です。6番さん、いますか？あ、6番です。よろしくお願いします。はい。じゃあ、点呼終わったので、ルール説明します。人気局の、初日神無し部屋です。1週目の初週は口頭仕様で、2日目からチャット仕様 OK です。考察とか雑談のチャットは禁止でお願いします。で、ちょっと追加で、役職買いしたとしても、役職買いましたとか、買いませんでしたとか、そういうのはなしでお願いします。じゃあ質問なければ始めます。5番さん準備できたら準備ボタンお願いします。じゃあ始めます。人外が多すぎる。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職が新ランダ旧はムで新振り旧で分け承ら認れすます。られるような雰囲気するから。あなたの役職ギはャグで出るとか。占い師です。俺使えんだけど、これ夜がね。更けまし説た。得してない。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。一白です。乱白で一白です。はい、お願いします。ってことはね、進行論ね、なんだろう、騎士は出てほしいな。まあ理由としてはもう占い師をだんだん狭めていって、もう城圧迫してほしいっていうのもある。だから霊能も一周目から出てほしい。ぐらいかな。で、なんだろう、占いの精査っていうのは村がすることだから、俺は太鼓について、まあ神道教とかそういう話のところは話していくけど、そこからのライン考察とかを重点的にしていきますっていうぐらいかな。役に対してもそういう話かな。特に言うことはないかな。はい。一白です。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。はい、5番さんが占い師、もろもろ把握しました。はい、そうですね。 まあ平村だったらいいんですけど、平村じゃなかった場合のことを話します。はい、そうですね。占い師さんは、最
まあ、2つくらいグレーを下げられたらいいかなって思ってます。まあ、例としては、まあ、これも結構持論なんですけど、まあ、いますよ。例としては、例えばこの人、何々のことについて何十秒喋ってましたとか、そういう感じのでもいいと思います、自分は。まあ、これが例です。はい。まあ、そこはまあ、お任せいたします。はい、そうですね。特に言うことないですね。はい。小判さんはなんか出てくれ、役職出てくれって言ったけどね。それは、果たしていいことなんだろうか。ちょっと自分にはよくわかりません。はい、じゃあ。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番です。お願いします。5番さん占い師で1番さんに白。で、その次6番さんの発言。で、一つお願いしたいんですが、役職のスライドとかはやめてほしいです。トリッキーな動きをして、なんか強い動きですとかっていうのは言いたいことはわかるんですが、盤面がちょっと追えなくなっちゃうので、それはやめてほしいっていうのをちょっと宣言というかお願いしておきます。で、なんだっけな、6番さんの最後、なんかおかしなこと言った気がするんですが、まあいいか。こんな感じですかね。じゃあ、8番さんどうぞ。8番のプレイヤーが発言します。はい、どうも、8番です。よろしくお願いします。自分が真の占い師です。で、6番さんにランダム白が出ております。6番さん、ランダム白、把握お願いします。5番さんが人外になります。で、5番さん、早速、騎士出てくれっていう話からしてたんですけど、盤面によってはまあ出てもいいと思うけど、いきなりね、どの盤面だったら出てほしいとかって言わずに、いきなり騎士出てほしいっていうのは、もう完全に炙り出しだっていうのに気づいてください。で、7番さんに関しては、まあ、なんていうか、役職のすらなしみたいなことは言っていましたが、もうちょっと前の2人にも触れてほしかったなっていう印象はあります。ただ、まあ、色はつけれないかなっていうところですね。まあ、この後ね、霊能者さんは、1周目、できれば2周目の、5番さんからスタートしているので、5番さんの位置で、出てほしいなと思っております。はい。それはもう、霊能者と茶じた方がいいと思ってます。はい、以上です。9番のプレイヤーが発言します。まずね、5と8についてね、真偽無理。悪い意味で真偽無理。5番さんっていうのは、占い目線ではある。でも、ここだけ理解してほしい。進行論の違い、これは。例えば、5番さん目線っていうのは、対抗が黒出ししてしまった場合。狩人が出た場合ね、この騎士出てほしいっていうことでね、騎士が出た場合、もう残り村人しかいないじゃないですか。黒出しされたら、よほど、まあ、新芽を取る自信があるのであろうな、とは思うんだけれども、もしね、できなかった場合っていうのは苦しくなっちゃうから、それはちょっと飲めないかなっていうところ。で、8番さんに関しては、その5番が炙り出しとは言ってるんだけれども、別に炙り出しではないじゃん。5番さんっていうのは新占いの目線は持ってたんじゃないの。だからそこに対して8番さんっていうのは印象は悪かった。で、7番さんそれごめん、6、7について触れることできなかったんだけれども、占い審議はそんな感じです。6、7はちょっとね、1番のプレイヤーが発言します。5と8は偽物ですよ。5と8は人外ですから、はい、新占い師の目線ではないです。偽占い師の目線ですね。5と8は人外で、すらしたら釣ります。だって占い師を語ってるんでしょ、あなたたち。ムラリ出してるから、あなたたちは偽なのよ。相当低いムラリだけど。真の占い師ムラリは出さないんだよ。マイナスなんだよ。印象悪くするんだよ。マイナスな印象する人が真なんだよ。あなたたち人外です。ムラリ出すだろ、1% でも。女の子可愛いなんて言って、キッズは白いって伏線張って、5番の位置で、全部占いして、ひたすら新芽を落とし続けて。そして、グレー生産もしない？役についても触れない？そんな占い師がいたらぶっちぎって死んだよ。5と8は、村に出すだろ。そうなんだよ。人外の時出すんだよ。以上。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。よろしくお願いします。1番さんはちょっと衝撃なんですけど、一番さん、マックス強靭かなと思いますね。五一郎の初日学校っていうのはあんまり見たくなくて、まあ、初日学校へあったとしても、
両方とも偽だっつって8番のヘイトを買うことはちょっとあんまり連携の取り方と思えない、あ、5、1の連携とは思えないかなと思いました。で、私6番さんすごく白く思えてて、8番さんが強靭だとしても6番さん狼はないのかなと思ってて、正直今の段階で村置きしたい。2周目発言聞くんですけど、もちろん。黒塗りの仕方、なんかよくわからないとか言って、黒塗りしてこないでとかだったらわかるんですけど、黒塗りの仕方の例題を挙げる人初めて見て、その何十秒このことについて喋ってましたって黒塗りできますみたいな。すごいなんかいい、狼っぽくないなと思って、で、そこで7番さん触れないのはちょっと黒いかなと思いました、ね。わからない人は説得的にもね。3番のプレイヤーが発言します。4番がメタを持ち出しているのはもう勘弁してくれ。心に秘めてくんない。私、出すんだよ、この人。はい。さっきの試合もだけど。まず占い審議からしていきます。うん。3、過去はこんなだったから、あらこうだって言わないでほしいんだけど、マジで。で、この人メタを見るからさ、ゲーム性崩壊するから黙ってくれない。俺、メタを使わなくてもいいんだから。俺は、言う必要がないんだから、潜伏したら死んなんか一言も言わなくたって。俺のムーブは取れない。これだけで論理的に話してんだから。すいません、ちょっと今、なんか、これで十分だろう、ね、これ以上言うことないだろう、ね。ということでね、で、8番さんが、5番さんに対して炙り出しって言ってたんだけど、うん、まあそうだな、炙りサーモンは好きだけど、炙り出しはあんまり好きじゃないな。5番さんっていうのは、占い師目線であるけど、村目線ではないんですよ。あなた目線、騎士が、騎士とあと霊能家出てほしいって言ってたけど、あなたは占いやすいかもしれないけど、それで村が勝てるのかっていうところに関しては、ちょっと5番さんは、うん、まあ結構持論が強いなと思いました。はい。あと他の人の印象には全然触れ4番のプレイヤーが発言します。余計なこと言わないでね。はい、霊能です。霊能です。ごめん、ちょっと俺、891あたりちょっと聞けてないんですけど、そのあたりで霊能対抗とか出ました。出てないのであれば、僕、死んだと思うんですけど。聞けてないみたいでよかったよ。ほっとしたよ。この人ね、メタっぽいんだよ。現状21でいいの？困ったことでいいのかな？困ったことでメタっぽいんだよ。もう、なんか1万3くっさいムーブしてるから、どうせ3-1になるんでしょうけど、うん、3-1なのであれば、そうだな、まあ、情報でいくならば、5番3視点っていうのは、8がローってのがわかるんでしょ？8がどこに白を出したのかわかんないけど。うん。現状、情報釣り8でいいかなっていうふうに思ってるんだけど。っていうとこですかね。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。例の使用すら。はい。うん。深刻でしたんで、ありがとうございますっていうことなんで。そうですね。俺もう占い値消したいからさっさと。うん？ん？ 1 しろって言って6しろ。これで締め終えるんですかって話で。うん。はい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 。OK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 。まあ今日は霊能からっていうことなんで、うん、気になる点に言えば、俺は4番の方が気になる。8の発言を聞けてないと言いながら、8の仕様については聞いていた。うん、結構な矛盾だなと思ったから、俺4から行く。くらいかな。うん。で、対抗の1については、なんだろう。もう強靭だからな、うん。4、8だったらもう釣り切ってもらって黒が絶対1が釣れるんで、釣ってもらった後はグレーの中からって話なんで、だから俺はグレー圧迫として、うん、騎士に出てほしいというのがある。1が強靭だから。っていう話で。はい。ということなんで、騎士出てくれないですか？俺の使命を追って出てくれないですか？嫌ですか？うん、嫌だったな、そうだな。ないと思うな。4、8の精神。言うこと聞かねえんだもん。うん、5、6万に言っても4、8をどっちで死んで見るかっていう話をしっかり残してほしいかなっていう。5、6万は覚えればいいじゃん。しょうがねえ。うん、ぐらいかな。5、6万じゃ無理。死んだったらこんな5時を打ちますかね。普通潜伏してるんだったらしっかり待機をしてるはずです。なのに1しろとか打ってますよ、1番さん。大丈夫ですか？以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。まあ、5番さん、今使用されたから困ると思うんだけど、まあ、それにチャット口だしね。まあ、1しろって言ったのは、違うかな。なんだろう。てか、どっちにしろ俺も6しろって、めちゃくちゃ刺されてるってことですよね。うん。やべえな。結構、俺、なんか、刺されてます。はい。そういうことですね。はい、はい、はい。
まあ、4、8、どっちが真かって言ったら、まあ、どっちかって言ったら、まあ、5番さん見てたり、4はちょっと矛盾してる点があった。うん。8番さん、8、9、1だっけ？発撃来てないって言ったっけ？うん。その割にはかなり分かってたな、っていう感じだね。うん。まあ、どうだろうね。まあ、今回自分は、うん、なんていうの、釣り位置いません。はい、釣り位置いません。これで流されたら困るから。うん。まあ、2番さんが言ったんだけど、さっきの、何っけ？これで 黒塗りできますよ、みたいな。うん。そういうことじゃないんだよな。まあ、例。普通に例です。これは。はい。例を挙げました、一つ。うん、まあ、そっちの方がね、うん。まあ、いろいろと、黒要素もいっぱい挙げられて、うん。そうした方がいっぱい黒要素挙げられて、で、うん、誰が進化とか見抜けやすいんですよ。うん。まあ、これ、また、またもや持論みたいな感じなんですけど、はい、はい、はい。まあ、こんな感じで自分は言いました。そうですね、48もういいかな、まあ、今回教授もいるんですよね、うん、はい、まあ、人外マイブト陣営倒しましょうってことです、はい、まあ、今回釣り行きません、はい、じゃあどうぞ。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番です、お願いします。お願いを聞いてもらえなかったので残念なんですが、まずはそうですね、とりあえず占い51が6で白で各白で48で倍ですと、そうですね、8番さんを強陣に見えていて、58占いで出た時に1番さんが、58どっちも偽って言ってたことで8番さんがそれを察して霊媒スライドしたのかなという印象で、1番さんは、初週から占い、58に対して偽って言ってたことから、真っぽいなという今のところの印象かな。かといって4番さんを偽とか、真とかもわからないな。難しいですね。いやー、辛い。話聞いてみます。8番のプレイヤーが発言します。まあ、5番さんが喋った時点で、ちょっとスライドの作戦は考えてたんで、まあ、7番さんが村かどうかわからんけど、これは、頑張ってちょっとついてきてほしいなと思っています。まず、俺が強人であれば、このまま5番さんの対抗にいるべきなので、俺は絶対に強人はありえないです。まあ、村目線はあったとしても、新郎一だと思います。強人が、占い師の対抗から降りることはありません。で、スライドを考えたのは、5番さんが、後で確認して、俺喋りたいことあるか。占い結果としては、5番さんが、占い結果というか、占い審議としては5番さんが騎士の話を結構ちゃんとしてたから、わりかし5番さん、真の可能性が高いなと思って、俺の位置であれば、スラが効果的だと思ったので、出ました。で、4番が、58が占い師として出てるときに、8を情報釣りしたいっていう意味がわからなくて、まあ、4番人外なんですけど、4番割りかし狼の可能性が高いかなと思っている。なぜなら5番さんが死んであれば1番さんはマックス強人で4番が狼に出てる可能性が高いからです。まあ逆に1が死んだとしたらまあ5黒はあるんだけど4番が情報釣りをしたいっていう発言を言ってることから5番さんが狼の可能性はちょっと低いかなと思ってる。あそこで58の審議だったら、わりかし、ごめん、俺の方が多分、釣られにくい位置に入ってたと思うから、そういう意味では、4番はね、多分ね、そういう意味で俺行きたいって言ったんかな。うん、4釣ってください、今日は。9番のプレイヤーが発言します。8番さんに言っとくね、4番目線というのはめちゃくちゃの霊能目線なんだよね。今、占い結果把握した5が1でしょとなってくると8番さん狼の可能性だってあるんで5を死んで見た場合その理論っていうのは全然納得しないし結局8番っていうのは逃げたスライドなんじゃねえのっていうのも俺思うんだよね。5番が狼の1番が死んっていうのも全然ありえるよ。8番さんっていうのは結局自己弁明でしかなかったんで俺は8で偽で見てる4進進行で決め打ってもいいとは思っているから俺は8入れる。で、1番さんの結果も分かんないよ、正直。真では見れない。でもね、正直ごめん、5番の方が真目は高かった。だから精査は難しいけども、8は逃げたスライドにしか見えない。ね。これ分かるよね。
占い 3CO を懸念して8番さんっていうのは、あ、占いに、出てこなかったのを懸念して、いつでも逃げれるようには8番さんっていうのはムーブは成り立つんじゃないのって。あの場面で霊能っていうのは4番さん目線のは確定じゃないのかな。で、グレーに関してなんですけれども、2番さんはすり寄ってんのかなって。6番さんの投票が欲しいから。っていう感じかな。ぐらいしか、グレー清掃はできてない。6番さんも6番さんで別に黒要素っていうのはなかったけど、もうちょっと意見伸ばした方がいいんじゃないのって感じかな。俺は8いくよ。以上です。1番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、三四のつもりで外したら、で、こうつったら、うん、それだけ。もう疲れたわ。思考6番がいたら村負けるからね。うん。人の言うこと聞かない奴がいたら村負けるから。うん。5番と8番のように村に出すんですね、人外の時は。女の子可愛いなんて印象を落として。6番、キッズは白いって伏線張って、伏線張る店なんかそもそも少ないわ。ほぼいないわ。そして、5番の位置で潜伏占いして、印象をマイナスに落とす。ムラリもマイナスに、あえて意図的に落とすためにやっている。理由いちいち聞くなよ、答えてんだから。そして、グレー精査もしない。方面してるからしない。初日に関しては。役について、そんなのもしません。はい。このような一連のムーブは、人外では無理です。皆さんができますか？できるわけないだろ。人外の時にやれないんだよ。狼や巨人の時にやれんの？うん、俺は見たことないよ。見たことないんだよ、こんなムーブ撮ってる人。そんな、印象を悪くしたりマイナスになるようなムーブの組み合わせって無理なんだよね。うん。あなたたちが人外ではできないことやってる。だったら俺は死んだよ。5番入れます。2番のプレイヤーが発言します。うん。いや、5番さんじゃないでしょ、1番さんが入れるとこ。今日グレー詰め提案しようと思ってたのに。あ、提案しようと思ってたのにじゃなくて、提案したいんだけど、そもそも。5番さん狼に見えてて、1番さんが死んで、8、4、神教だと思ってて、4番さんが狂人だと思ってる。で、8番さんが狼、そう、8番さんの言う通りなんだよ。狂人でスライドする必要ない。2、1番目になったとしても、狼がグレーに潜伏してるから、なんとか勝つには、8番さんが狂人だったらね、8番さんが頑張るしかないんだよ。そこでスライドするわけがない。で、8番さんが狼だとしても、その9番さんがよくわかんなくて、3CO のことを懸念して、なんか逃げたみたいな、言ってるけど、8番さんが仮に狼だとして、4番さんが終わった途端に出てきてるわけ。8番さん狼で、4番さんが進化強化わかんないわけよ。ってことはまだ待つと思うの。けど8番さんのスライドのタイミングっていうのは完全に早すぎた。4番さんが終わった途端に出てるから、連携、待ってないわけ。だから8番って死んじゃねって俺は思ってて、で5番偽だと思ってて、で5番さんはその位置が強靭見えてるのに6番に対して精査してなかったと思うんだよね。囲いが起きてるかどうかみたいな。だからそこがあんまりしっくりこないから、9番冷たいかなと思ってる。あ、どうしようかな。7番のね、なんか7番さってなんか俺違和感あること言ってたんだよな。じゃあ8が強靭、あ、そう、8が強靭に見えるのはちょっとわかんないかな。まあそこはまあ考え方の次第かな。ちょっとわかんないけど。グレープ目でいいんじゃないの今日。角黒できるかもしんないじゃん。3番のプレイヤーが発言します。はい、3番のチンコ次郎2周目発言させていただきます。ということで、グレーズ目は反対しますということだけ言っております。ここでグレーズ目ちゃうと、多分縄が足りなくなるんだよね。霊能精査して占い精査、多分占いローラーできなくなるんだよね。だから、グレーズ目はやめた方がいいと思う。今日はしっかり霊能精査から行った方がいいと思うよ。ということだけ言っておきます。8番さんの、スラのタイミングってのは結構いいタイミングで、1番さんとか、潜伏占い師と連携取ってるようには全く見えないんだよね。かといって1番さんが出ることを8番さんは分かってないからさ、結構ね、ムラリがあるスラだと思うよ、俺は。だからね、どっちかというとね、4番さんの方がちょっと臭いかな、っていうことだけ言っておきます。だって4は8釣りたいんでしょ？8がスラする前から。
うん、それもちょっとおかしいしね、なんか見えてんのかなってちょっと思っちゃいました。ということでね、今日は霊能で行くんだったら俺は4番釣りかなと思ってます。で、ちょっと怪しいのが9番さんなんだよね。9番さんは8番さんがあのタイミングですら捨てるにもかかわらず連携取ってやってるって言ってたんだよね。だってあの早いタイミングで、だって1番さんが占い師で出るより8番さんが霊能すらした方が早かったんだよ。それ9番さん分かってなかったじゃん。だから9番さんは結構人外かなって思ってます。まあ今日は霊能先生から行こうか。で、8番さんに4番さんの色を見てもらってどうかっていうとこ、まあ把握していきたいかなと思ってます。占い師さんは、次占うところはできればクロス占いとかしてもらえるといいのかなと思ってます。白角いっぱいできた方が村強いしっていうことだけ言っとく。じゃあ今日は4釣り以上。4番のプレイヤーが発言します。じゃあまず5と6に言っておくと、僕は8から1っていうのはその全部聞こえてたわけじゃなくて、そのまず8番っていうのは占い CEO まで聞こえてて、その占い1っていうのは聞こえませんでした。1番に関してはなんかあれでしょ、決まり文句なんだっけ、そんな芯をなんか落とす占いはいるかみたいなことを言ってたから、ああいつものやつかっていうふうに思っただけですっていうところだけです。そこでなんかそのなんだろうな、そこに矛盾点があるから僕は偽っていうのはちょっと早計かなっていうふうに思うのと、メタ言う、さんは考え直したいいメタを口に出しちゃう人なんだよっていうところ。八番が仮に強靭であのまま残った場合っていうのは、僕は八釣り指定しました。俺ですら言わねえんだから、君心の中にしまってくれない。だから八地点でのは五のローっていうのが透けてるんだから、スラスる可能性もあるし、逆に八ローでクロスとされるっていう可能性もあるんだから、八の人外っていうのは追ってほしいんだけどな、普通に。8が1の、その、CEO を懸念してなかった、潜伏占いを知ってるか知ってないかっていうのは、いや、まあ、それはさ、っていうと、まあまあ、そうなんだけど、知らない人からしたらそうなんだろうけど、知ってる人は知ってるからさ、そこで、そのなんか、真偽をつけるのはやめてほしいんだけど、じゃあもういいや、もう、俺釣りでもいいんだけどさ、まあいいや、ちゃんと、芯を、なんなんだろうな、今の。今何が悪かったの、まあ、分からんけど、8入れよう。全プレイヤーの発言が終了しました。だからさ、この4番は、メタ的なものを言っちゃう人なのがダメだって言ってんの。黙ってればいいの。いつものとか、言わなきゃいいの。いつものとか、言っちゃうから、つまんないの、ゲーム的に。人外の立場でそれ言われたら負けんじゃん。言わないと迷う人だって出てくるんじゃん、俺のムーブって。別に。完全無欠じゃないじゃん。投票が終了しました。種を明かせば潜伏すれば死んだんだけど。追放されるプレイヤーは、それが俺伏せてんだから。ゲーム戦が崩壊するから。の遺言を発表してください。釣りでもいいんだけど、まずお願いがあって、8は絶対に釣り切ってほしいっていうことと、8が 俺の結果を白と言おうと黒と言おうと、8は釣り切ってほしい。8進進行だけは絶対にやらないでくださいっていうことと、あとはなんだろうな。まあ、8の精査はどうでもいいとして、その、なんだ、グレーの人たちっていうのは占い精査っていうのに集中してくださいっていうところですかね。結局、占い精査をちゃんとやった方がいいと思います。8が、今日にしろ、ローにしろ、ね、占い精査をちゃんとやった方がいいと思います。一番はこうだから、メタ情報だとかって言ったらゲームぶっ壊れるから、言わないでね。心の中に、秘めてくれ。言いたくても黙ってくれ。黙って普通にプレイやってくれ。あとはなんだろうな、まあ。出しちゃう、いつものとか言っちゃうんだよね。マジで考え直した方がいいよって言って。蜂が人外で破綻を恐れ、いつものとか、なんだ、ご主人様の破綻を恐れて、すらした可能性っていうのも、ダメなんだよ、心の中で。考えてほしいんだよ。あ、薬効入手する人だな、お言っちゃダメなんだよ。なんでそれで俺が見せ目に見られるのか分かんないです。薬効入手する人だな、とか、その人の癖については、ここでは話すけど、ゲーム内では話さないわ。占い師の方は、夜のアクションを行ってください。わからないけどね、適当だよ、もう適当。わかんない。4分の1。4分の1だから 25% 当たる方ねえが、外れたらどうしよう。噛まれ1になりそうだってことも考えなきゃダメだった。ああ、噛まれ1になったらどうしよう。ああ、考えてなかった。何にも考えてなかった。噛まれ1って、ああ、大丈夫か。夜が明けました。噛まれ1考えてなかったわ。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番、8番のプレイヤーが発言します。OK。占い師さん、3番占いはマジセンスないっすよ。占い2か9ですよ、マジで。だって2と9が昨日違うとこ入れてて、なんなら9は俺に入れてますからね。うわ、これ、
2と9が相方やと思いますわ、4番の。オッケーオッケー。狼さん、ドンマイでしたね、このタイミング。で、占い師に狂人がいると思います。5強でも1強でもどっちでも成り立つよね、この番目は。はい。ということで、もう3番さんはもうほぼ隠し色で OK です。だこの番目やったら、さすがに騎士は出ていいと思ってる、俺はね。うん。で、狼が2と9で終わりでしょ、これ。はい。縄が2、4、6、7、7、今日どうせ俺釣るんでしょ、俺釣って占えばいい。そう俺釣って占えばいい。狂人だから間違う可能性があります。はい、狂人さんむずいっすね、これ。狂人さん2と9どっち占うかっていうのも大事だし、何色出すか難しいですね。俺は9が狼だと思いますけどね。あの村人の皆さんありがとうございます。あの俺のスラの理由をちゃんと言っていただいて。はい。5番さんが喋る前に絶対に、真なので、すらするべきだと思ってすぐにさせていただきました。うん。どっち、まあ、9やと思うけどな。でも9はちょっとあからさますぎっていう感じもするんですよね、正直。はい。はい。まあ、そんな感じですね。占い師に狼はないと思う。占い師に狼があるとしたら5番さんになるんですけど、それはないと思ってます。9番のプレイヤーが発言します。まず言っとくね。なんで8投票したかっていうと、1のムーブ分かる人分かるんだよね。1番さん、あんだけ伏線張ってたじゃん。6番、キッズは白いよね。女の子も白いよね。とかって。伏線の占い、潜伏の占い見てないのかな？ 2 と3に関しては。3番さん確定しろだけど、思考ロックしてるから言っとくけど。ね。で、結局8番さんっていうのはね、占い、1番さんが狂人しか置ける場所ないでしょ。5番のローを追ってるけども、進路を見てるんですかって話。ね、逆に8番さんに言うよ、2と9がね、昨日の盤面で違うところ入れてるって。じゃあ9と4でローローでバチバチラインつなげますかって8番さんに言っとくね。それがあなたの偽理由で、逆すら盤面乱してしかないでしょ。で結局7番噛まれてんでしょ。7番っていうのは結局スライド嫌ってたでしょ。で2番さんはなんで、あそうだ、2番さんって結局7番さんのことを怪しく見てたんじゃないの。となってくると2番のローって追えないんじゃないのかなって8番さんに言っとくけど、そういった考察できずに9番2番怪しいよねって言ってるの。上位考察どうなってますかって。8の人外は濃厚だとも言ってるし、逃げた人外にしか見てないって初週も言いましたよね。だから4の黒結果っていうのは正直はあのね、偽だとは思っている。で占い審議できてないんでしょ。6で囲ってんじゃないかなとワンチャン思ってるよ。2番さんが7カムにメリットもないし、3番確定しろでしょ。5番さんは確定しろをつか、あの6番占わなかった理由をちょっとお願いいたしますって感じ。今日8いく。1番のプレイヤーが発言します。うん、そうだね。うん、4番はよくわからないね。いつものとかなんか変なメタ的なこと言われてもね、俺身に覚えがないんだよ。うん、4番とあんまり戦ったことがないからさ、初対戦なもんでさ、メタ的なもの話されてもさ、人外の5番さんたちが、ペアじゃないじゃん。うん。4番が言ってることが俺はさっぱりわからない。俺はメタなんか使ってないよ。5と8は俺のムーブできないでしょ？うん。ああ、女の子可愛いなんて言って印象下げて。キッズは白いって6番についての潜伏線あって。5番の位置で潜伏して。あげくの派手に俺、初日に、グレイセーサーも、役職についても触れてないんだよ。そんなムーブ取れるわけねえでしょ、5番と8番は。ムラリ出したよね。出すんだよ、人外では。出さないわけないだろうよ。ムラリを出すことでしか人は騙せないから。騙すためには、信用を貸し取ろうとするから。騙す気がない人間が、狼教授にはなれません。簡単なこと。うん、4番とは初めて戦ったけど、よくわかんない。なんか、いつものあれとかって言われてもよくわかんない。そんな、ものいつものなんちゃら使わなくたって俺の理論は正しい。5番は人外。5番5。5番と8番。あ、8でも5でもどっちでもいいわ。2級占えばいいだけ。うん。5番が何者か。狼なら、じゃない方に、ま、村の方に黒打つんじゃない？狂人なのか知らないけど。うん。2番のプレイヤーが発言します。へぇー。
全くもって難しいんだけど、9番さんなんか白く思えてきたな。1番さんはなんで3占ったんだろうっていうところ。僕は、一応もう一回説明すると、僕は8番さんが心霊の、1番さんが真の占い師に見えてて、で、6番白起きしました。6番の発言からもね。で、5番さんが狼、4番が狂人に見えてたわけ。8番がスライドする理由がないし、5番さんのその6を、多分ね、6番さんの過去を追ってなかったと思うんだよ。それ勘違いだったらマジで申し訳ないけど、だそういう要所要所のところから5番4番を偽で置いてグレズメしたらいいんじゃないって思ったわけ。9番さんが黒く見えてたからね。そしたら仮に5番さんが死んで1番強人でも黒誤爆したり角黒ができたり4八神経で9の黒結果が角黒できたりってするパターンもあると思ったから4で4番さんってやっぱ発言おかしくて、その8番さんが強人で5番の偽が透けるから5黒なんか落とすのがなんとかかんとかでスライドしたって言ってるけど、あの段階で8、5しか出てないから、なんかよくわかんないんだよね。うん。だから8番の芯決め打ってもいいと思うけど、4の相方位置でしょ ?5、1が芯。いやそしたらさ、極論だけど、1強人で6囲えてるっていうパターンしか見えないんだよな、俺。9番今日白く見えたから。だって7のさ、上位置考察する？ 9 ラストウルフで。2番白起きする？いや、むずいなぁ。8番入れるか、とりあえず。とりあえず8番入れますよ。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい、どうも3番の角白の、チンコジロでございます。よろしくお願いします。ということで、そうだな、今日5番行ってもいいなと思ってるのは僕だけかな。5番さんっていうのはそもそも1番に、白を出して1番が占い師出てることから5番は破綻してんだよね。で、5番目線ってもう1番が強人でしかないんですよね。で、5番さん目線っていうのは真の霊のどっちなんですかっていうところがすごく気になるけど、まあ1番さん目線は多分どっちが真の霊能でもいいんだろうって感じなんでしょうね。結構ね、1番さんのね、真はね、決め打てるかなと思ってます。なぜかというと、投票位置もさっきね、結構ね、なんか5番さんそのまま行っちゃってるし、これ結構ね、人外だとやりにくいと思うよ。本当に1番さん言う通り、だからね、結構1番さんの真って決め打っていいのかなと思ってるんで、今日はご釣りでもいいかなと思ってます。8番さんに関してはもう一回、5番さんの色を見させて考えてもいいのかなと思ってるんですけど、まあ安定で8番行きたいっていう人がいるんであれば、まあ別に安定進行取ってもいいと思うんですけど、安定進行で勝ったあの記憶があんまりないので、今日は私は5番行くかなっていうところです。まあ私隠しろなんでね、何言ってもあのいいと思うんで、あの楽しいこと、話したいかなと思ってます。そうだなまあそもそもね、8番さんはね、怪しいところが結構あって、8番さんって1周目に5番さんの芯をすごい下げてるんですよね。仮にスラする人間がそこまで、だって5番が芯かどうかわからないのに5番の芯を思いっきり下げる必要ってあるかなってちょっと思ったんだけど、っていうところがね、8番さんの怪しい要素なんだよね。だからね、8番さんも怪しいっちゃ怪しいんだけどな、まあそれ言い出したらきりないからね。まあ今日私は5番いきます。以上。5番のプレイヤーが発言します。はい、3裏になった理由、8に入れると言いながら4に入れてる。で、プラスでクロステーアン。そこの1からクロステーアンはおかしい。6から来るんだったら俺は納得するけど、そこからは占い逃れのようにも思えるから占った3白でした。うん。別に妥当だと思う。俺は6の色より3の色の方が気になったから占ったっていうだけ。俺、これで負けるのは絶対ないと思ってる。うん。強人だから、何のムーブしたところでいいんだよ。釣られようが釣られないようが。うん。理由としては、狼が生き残っていたら勝てるゲームだから。だから強人だから何しようが関係ないって話。これで発言センサーもせずにしてくるっていうのが2黒になったもん。まだ9の方が、うん。発言センサーをしようとしてた。うん。盤面センサーをしようとしてたっていうのがあるから、俺は9の方が白いかなと思ってる。あとは6なんだよな。6が一番ふわついてるかなって話。だから、2時点6かなとは思ってます。まあ、今日は絶対に安定進行なんで8です。うん。だから俺目線っていうか、村目線で俺を何で見てるかって話が全く落とさずに言われてる2っていうのも結構来るんだよね。うん。グレーで行くんだったら俺の新要素を拾ってるって話なんだよ。1が強靭で見てるって話だから。そしたら、グレーの中に黒はどこにいるかとかいう話が出ているはずなのに、うん、最終的にはゴールの偽囲えてんのかな。
とか思っちゃうけどね、そうなった場合。なんだろうな、わかんないな。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。そうですね、2日目で。3番さんは、まあ5番さんが言ったら3番さんはね、多分4番さんの発言を聞いて黒いから、4番さんをやったんじゃないかな。発言のターンを考えてみて、4番さんが最後なわけよ。投票の、1日目のね、投票のね、最後なわけよ。だから4番さんの発言はよほど黒かったんだと思う。それで3番さんを入れたんだと思うよ、自分は。でも2人がね、占い師の2人が、差占いのはちょっとね、まあ、言っちゃうけど、センスないかなって思います。ちょっと、まあ、悪い言葉だけど、まあ、ちょっともうちょっとね、9とか、そういうらへんを占った方が良かったと自分は思っております。はい。そうですね。まあ、今回自分は、まあ、安定でいいか、まあ、8でいいかと思います。サンバさんだっけ？なんか言っちゃうけど。多分、8、まあ、隠し色なんでもういいんですけど、8番さんが完全に白とは言えないじゃないですか、まだ。だからそこも考えないといけないんですよね。後でね、やれたら困るんで、一応。釣っとかなきゃいけないと思います、自分は。まあ、今回釣って、占い師さんが、てかまだ岸さん生きてんのかな？これがまだわかんない。キスさん、7番さんで死んじゃってるんじゃねとか思ってるんですけどね、今。どうなんでしょう。まあ、騎士が生きてることに祈っています。はい。まあ、今回自分はもう、もう。全プレイ。え？私が悪人ですって？もう、わかりますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、8番の遺言を発表してください。村は俺釣りが強いです、絶対に。で、5番さん、6番さん占ってくださいね。クロスしてくださいね、絶対に。5番さん、今さっきの発言で、6番さん、狼置きしてましたよね。1番さんが白を出している6番さんを狼置きしてましたよね。これはちょっとかなり、ちょっとというかかなり怪しいなと思った。俺目線はグレー1に黒がいるんで、1番さんが9かに占えば結構強いのかなと思っている。ただ明日は絶対に決め打ちしないといけないけど、6番さんは村だと思うけどね、普通に。で、3番さんに指摘あった5番さんを殴りは、あれはやった方がいいと思ったんですけど、狼目線、まあ狼目線というかどこが狼か知らんけど、狼目線で言えば、俺が5番さんを殴ってないと明らかにスラするのがバレちゃうんで、あそこはもうわざと殴っていってます。はい、ていうか絶対殴らないといけない場面だと思ってる。でね、9番さんは言ってることおかしい。4番のシーン置けませんよ、はっきり言って。4番さんの発言聞いてました？はっきり言って何言ってるか意味わからなかったですけど、4番さんめちゃくちゃなこと言ってましたよ。ずっとなんかかばってるかばってるとかありえないから、盤面上。ちょっと9番さんそれ村でやってるならめっちゃ下手です。ただ狼だと俺は思ってる。ただ2番さんに関してもちょっと最後ね、釣り位置がごちゃごちゃしたなっていうのがあるから、整理できてない村なのか狼で釣り位置を悩んでるのかどっちかだと思う。だから2級に狼がいると思うけど、9が臭すぎる。みんな村を9村置きしたけど全然村置きできないですよ。4番さんの発言聞いてたでしょ。はい、頑張ってください。夜が更けました。人狼に気をつけ、占い師の方は夜のアクションを行ってください。9を占えばどっちみち9、4のラインかどうかもわかるし、2よりは9の方が、9、4なのがわかるし、お経なのかわかるし、謎が解けるし。占った対象は人狼です。あ、9か。あ、これも悪いわ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番、5番のプレイヤーが発言します。はい、6黒です。はい、6釣ったら終わりますっていうあたりで、囲い出たな。だから2が隠し色、まあ2攻めで見られるから2番さんを説得しないといけないって話なんだけど、
しっかり発言精査をしてほしいっていうのと、6級で比べた場合っていうのをどう考えるかって話。だから6の相方位置としたら、投票位置どこだ、6は。6の相方位置8、だから9の相方位置は4っていうふうになりますね。そういう発言もしっかりちょっと残していってもらいたいかな。うん。1の発言精査なんか俺はしないよ。もうこんなクソみたいなムーブしてる巨人だから、精査するところで無駄だから、うん。6の黒要素上げていこうか。6っていうのは、一周目から殴ろうとして、占いに殴れない。で、ふわふわ。しっかり自分の発言は残さないっていうあたり。ラインを作りたくないのかなって話。まあ、6占ってくらい最初から良かったなと思う話なんだけど、それより俺は3人が気になっちゃったから3占っちゃったって、うん、遅延行為しちゃったなって話なんだけど。ぐらいかな。そうだな。あとなんか言うことあるから、別にたらたら言ったって意味ないしな。うん、6黒が見えたっていう話なんで、6黒ですとしか言えませんが、2も黒いかなと思っていたんだけど、まあ8が最終言ったし、ちょっと気になるかな、隠しを作ったら強いかなと思って占った黒でした。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、もう自分目線5番さんは真っ黒です。はい、2番さんにもこれかかってますよね。もう1番さんは分かってますよね。そう、うん。てかもう、号泣黒でしょ。うん。で、まあ自分が推理するには、号泣、ロー、4。4が強靭だと思います、自分は。うん。これで大体果てはまると思っております、自分は。はい、そうですね。これが一番正しいと思っております。8番さんはもう、まあね、万が一のことを考えて釣ったわけです。まあ、村の旅ならって感じですから、まあ。いやもうこれ2番さんにかかってるよ、ほぼ。うん。ここで号泣直たりんだよね。うん、2番さんがやまんなければ。うん。で、号泣ロローだよね、もう。だって俺もう CO していいから、もう俺。はい、自分スムラです。はい、役職なしのスムラでした。はい。もうこれ CO したんですよ。わかりました、2番さん。これもう2番さんにかかってるとしか言いようがありません。はい、じゃあまあ2番さんはね、うん。ここで選択やまたら相当村人として、なんていうか、村陣営としてやばいことだと思いますよ、2番さん。まあ、死んだみんなのために頑張ってくれってことです。うん。まあ、そういうことですね。まあ、言うのは。いや、マジでさ、これで負けたら本当に嫌だな。うん。まあ、今回は絶対にみんな票を合わせましょう。今回5番さんでお願いします。今回、まあ、次のターンで自分か2番さんか1番さんがどっちか死ぬと思います。まあ、そしたらまあ、その2人で9番さん移ってください。はい、これで終わり。9番のプレイヤーが発言します。はい、もう2番さん分かったでしょ ?6 が出現してるの。号泣ロールを追ってんだよね。6番目線っていうのは4強陣なんだよね。だったら1番さんと5番さんって何なのって。8番さんって何なのってなるよ。昨日6番さんっていうのは結局8番を芯で見てんでしょ？芯の要素って何だったの ?6 番さん。そこ気になるんだけど。6番さん今日5釣り一択なんでしょ？あなた目線1が芯であるなら9釣り一択じゃないのって。で、6番さん目線っていうのは8を芯で見てるならば4が狼じゃないのとまで言っとくよ。そこに対して6番っていうのは5、9、ロー、ロー追ってるんで。じゃああなた目線芯霊のってどこですかって。芯、あと強陣どこですか？これ6番さん答えてないで、私は村人です。俺も村人だよ。戦う気失せたんだけど。これで俺釣られたら、2番さんどういった精査してんのってなる。これ初週から言ったじゃん。8の陣神は高いよと思う。いや、俺ごめん。1番さんね、死んで見てたから黒出しされて正直びっくりしてた。なおかつ俺1番を死んで見てるんだったら初日から噛めるんじゃないのとまで言っとくよ。1番さんの新名を上げてるんだから。じゃないの、2番さん。そこまで甘味してほしいんだけど。これで俺の白証明にもなんじゃないの。じゃあ盤面ね、結局2と3にずっとヘイト向けられてて7番噛むメリットって何ですか？ワンチャン8神決め打ちされて9釣られるのがオチだったんじゃないの、盤面っていうのは。それ考えると俺のロジックっては追えないっていうのはみんなわかるんじゃないの。今日6番一択ね。俺目線というのは5が死んだから6番しか入れない。以上です。1番のプレイヤーが発言します。6番今日は9番ね。6、9ね。なぜならば
9号のローローか、9四のローローがあるから。うん。あ、まあ、9八もあるかもしんないけど。うん。黒が出てる。うん。9番。5番目線は、俺たちはどうなってんの？俺は何なの？狼なの？狂人なの？うん。あ、狂人か、俺目線。疲れた。はぁ、もう疲れた。まあ、あのね、6番、言っとく。騎士がないって言っちゃっただろ？前の日。だから黒打たれたの。6番に騎士がないことが分かったから黒打たれたの。だから騎士がないようなことを言ってしまったら、偽物に打たれるってことは覚えとけばいい。今日は9番、行こう。あとは2番3次第。うん。9行って、5。です。そうすれば勝てます。最短なら4か8にローがいれば、9番の一つの言ったこと、8番を偽目に見てた人、初週から、どうして4番に票を入れるんですか？初日の投票。あ、8番入れてたか。4、9は8か。まあいいや、もう忘れて。4、9、8だわ。まあいいわ。もう、16のこの言葉が届くかどうか。9番が偽、2番は隠しろ。まあ、一つだけ。うん。6か2に苦労したかったけど、6の機種がないことが分かったから6番に打っただけ。それだけだね。9番言ってください。以上です。2番のプレイヤーが発言します。もう、わかんない。わかんないから、もう反省会します。反省会。で、僕のことを怒ってください、皆さん。今日は6番に入れます。1番さん、強靭アピしてたっていう、もう結果論にもこじつけます、私は。1番さん、5番さん入れてたよね、ずっと。5-1 の信用勝負だと5番の方が偽だと思ってたんだけど、なんかしっくりこないんだよ。なんかしっくりこない。あ、だって4級で8に入れるってさ、ライン切りすればよくないみたいなとこあるくない？でも9番さんに言うと、8番さん真だと思う。8番が人外だって言ってたよね、2番って言ってたけど、8が、初日に出たじゃん。で、6に白打ってたじゃん。で、8強靭で見えたと思うんだよ、4番視点。だから、霊能に出たと思うんだよね。単純に。あ、8強靭出てくれとるやん。じゃあ、狼の僕は、霊能に出るわ、つって。で、6から遠ざけたみたいな。違うかな？で、1番さんが、だって8番より後から出てきたもんね。で、1番さんって初週俺言ったけど、強靭ムーブなんよ。いや、もうそうとしか見えないんだよな。これ1番めっちゃ怒るからな、間違ってたら。強アピだと思うんだよ。5に入れる必要ないじゃん。グレー詰めればいいじゃん。だって。初週だってそうだし。2日目も5に入れてたよね。もうおかしい。いや、俺は6に入れるよ。え、6だよね。6に入れるよ。全プレイヤーの。え？私が悪人ですって？もう、怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは6番の遺言を発表してください。はい、2番さん絶対やまった。本当にもう違います。絶対に違う。もう2番さん何やってくれてんね。9番さんも言ってたよ。はは、終わった。はい、じゃあね、まあめちゃくちゃ頭使ってよ俺。もう、最後ら辺にも俺、ゴーズルさんってめちゃくちゃ今考えたら変なこと言ってたわ。うん。頭を使いすぎておかしくなってたかもね。ごめんごめん。はい。ああ、もうやだ、頭が。夜が更けました。人狼に気を、占い師の方は、夜のアクションを行ってください。占った対象は人狼ではありません。夜が明けました。昨夜は
1名の方が亡くなりました。2番、5番のプレイヤーが発言します。お疲れ様ということで1番釣ります。9番の1番のプレイヤーが発言します。これで占い師が3連敗だね。言うこと聞かないんだもん。その言うこと聞かないっていうのは自分が偉いと思ってるんだよ。俺が言ってることが人狼殺の真理だ。正しいことだ。5番、まあ、結局4球だったってことなんでしょ。5番、まあ前の8番もそうだ。ムラリ出すんだよ。人を騙すにはムラリ出さなきゃいけない。2番自身が何？俺のムーブ取んの？女の子は可愛いって言って印象落として。苦戦。もうほぼほぼ 95% 以上、98% 以上。新確定の伏線を張る。6のキッズ。もう 95% 以上真に決まってんだろ、伏線張った時点で。もう真なんだよ、もう。真と覚えとけ、もう。2周目で潜伏する。わざわざ自分の真目を落とすために。そして、グレー星座も役職についても触れない。この一連のムーブはできるわけないだろう、人外で。2番がやるか？あなたみたいなまともな考察する人がやるか？狼狂人で。狂人ですらやらないよ。必死でムラリ出すだろう、占い師で。それが答えだ。答えのはずなのに俺の言うことを聞かない。自分がこれをしてるってことなんだろ？じゃあこれからやってくれ。狂人の時にバンバン俺みたいなムーブ取って。うん。やってないでしょ？だからそれが答えなの。人の言うことを聞かないからだ。俺は正しいことだけ言ってる。俺だけが唯一正しいことを言ってる。でも聞かない奴らが多すぎる。全プレイヤーの発言が終了。え？私が悪人ですって？もう怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。いや、マジごめんぞ。本当そうだよ。いや、やっちまったわ。全